本当に技をですね堪能しましたんで、そうですね、さあ畠田の平行棒も注目しましょう。頑張ってほしいですね。フィーリー指示からのルンプです、ご注目ください。はい、ここからですよ。それここのところですね。オリスヤ、そしてルンピス続けてきました。はい、着地内容としては申し分ない素晴らしい出来ですね、はい、一番大きな減点としてはやはり着地と分だけですね。天心の2回宙返りを自分の持っている力は全て出し切ったと、はい、もう言ってもまあいいですね。日本の畠田です。確かに畠田の場合はモリスやそしてルンプティスという E 難度の技がありますからね、はい、2つの構成がありますよね。ヒーリー指示からの前に2回抱え込んで回って腕で受けるという、で最後は指示のダブルです。さあ畠田のこの得点がどうでしょうか。畠田これが平行棒は6人目の選手だったんですが、ここまで日本は佐藤俊哉が 9.55 で、栗原が 9.25 で、田中が 9.65 で、塚原が 9.587、 あ、畠田出ました、 9.650 です。あ、よく点数稼ぎましたね、はい、そしてブルジカのアンバウ